皆さんこんにちは。今回は永瀬愛さんをご紹介します。極上のセステクで騎乗位の天使と呼ばれた AV 女優永瀬愛さん。キカタン女優の先駆けとして1999年から2003年まで大活躍したレジェンド女優の一人です。小柄でスタイルも抜群だった永瀬愛さんはルックスもアイドルのように可愛く、当時多くの男性のハートをわしづかみしましたね。デビューからあっという間に業界をにぎわせ、23歳の若さで現役を引退した真相や現在の様子まで一挙公開。永瀬愛の名前を聞いて懐かしいと思った人にぜひご覧になっていただきたいです。1AV 女優永瀬愛のプロフィール。1979年10月26日生まれ、千葉県出身の永瀬愛さん。2000年頃に活躍したレジェンド級の AV 女優で、通称キカタンの女王や騎乗位の天使と呼ばれ大人気でした。身長145センチ、3サイズは82、58、85。永瀬さんの小柄なボディはスレンダーかつおイモシーカップのちょうどいいサイズ感でスタイルも抜群。さらに顔立ちがロリっぽく、ルックス、スタイルともに可愛らしさ満点の女の子です。作品も制服を着たものや妹系のものが多いイメージですが、当時の彼女にぴったりと言えますね。彼女の代名詞となった騎乗位での絶妙な腰使いとグラインド技。こんな可愛らしい見た目とは裏腹にドスケベなセペースを見せつけ、ギャップにやられてしまった人も多いでしょう。体を酷使したことが引退の原因になってしまったのは残念ですが、彼女の腰使いにかなう AV 女優もいないと言われているほど最強テクを持っていたのは確かです。この永瀬愛さんの騎乗位を見ると問答無用で興奮してしまいますよ。そんな永瀬愛さんですが、彼女の AV デビューから引退後の現在までを徹底的に調査しました。以下時系列に沿ってご紹介します。2.1999年、オムニバス作品でひっそりデビュー。1999年5月21日、アテナ映像から、ザ・カメラテスト、かわいい美乳ギャルは新人デビューする前に、デイ・イブイデビューを飾った永瀬愛さん。当時は女優名はなく、愛、19歳、家事手伝い、としての出演でした。こちらはオムニバス作品だったので、永瀬愛さんのデビューとしてはスポットをがっつり浴びてのデビューとは言えませんね。しかしその後すぐに優香名義で単体作品をリリースします。1999年8月1日オーロラプロジェクトから優香名義でリリースした純情女子高生優香18歳 C カップパート1-2が永瀬愛さんの初めての単体作品として発表されました。優香名義以外にも無名の素人で出演した作品も多く、もしかするともっと前から AV 界で活躍していた可能性もありますね。優香名義での AV 作品は1999年8月から2001年12月までで10本リリースされています。その後は今も名をよく知られた永瀬愛として活躍されていました。3.2001年、キカタン AV 女優として大活躍。優香から永瀬愛として名義が定まり、本格的に AV 女優としての活動に力を入れていきました。2001年になると妹系や女教師、病弱者や様々なジャンルの作品に出演。まさにこの時期の活動は現在のキカタン AV 女優ブームの原点だったと言われています。
キカタン女優は、1998年から2002年頃にセルビデオのブームとメーカー急増と時を同じくして登場したジャンルなので、永瀬愛さんが活躍する前の時代にはキカタン女優と呼ばれる存在がありませんでした。現在では畑野由依さんやつぼみさん、成瀬ここみさんなどキカタン女優で有名になった AV 女優も多いですよね。そう考えると永瀬愛さんは間違いなくキカタン女優の先駆け的存在でしょう。4、2002年、不遇の AV アイドルグループミンクスに参加。2002年に永瀬愛さん、五木若菜さん、堤さやかさん、桃井望さんの4人で AV 女優アイドルグループミンクスが結成されました。一般アイドルではモーニング娘。が全盛期だった時代です。ミンクスは身長150センチ以下のメンバーとコンセプト、楽曲の感じから当時人気だったミニモニのパロディであることがわかりますね。ミンクスはいくつか CD をリリースしてイベント活動を行っていましたが、同年10月には解散しています。その理由はメンバーである桃井望さんが不可解な自殺というトラブルによるものでした。この事件によってグループは解散。事件についても当時はいろいろと黒い噂もありましたが、結局は何も語られませんでした。この一件は仲の良かった他のメンバーにとってもかなりショックだったのは確かです。事件が全て関係しているとは思えませんが、次の年にミンクスのメンバーは全員 AV 女優を引退しています。5、2003年から現在、人気絶頂の中 AV 引退へ。2003年5月、自身が原作と監修を担当した永瀬愛物語が連載されます。物語の内容は AV 女優として活動する姿を描いた作品で、全2巻発売されていますね。ラストシーンでは復活の話で締められていますが、実際には引退を発表しています。2003年11月21日にアリスジャパンから永瀬愛公式引退作品が発売。その後に数作品リリースされ復活を期待されましたが、同年12月10日、永瀬愛ラストの発売で完全引退しました。引退の理由として最も大きな原因は椎間板ヘルニアです。永瀬愛物語でも入院とリハビリで苦しみながら復活していく様子が描かれており、あの小さな体にかなりの負担がかかっていることがわかりますね。それでもプロ根性を見せ、最後まで騎乗位の天使としてのプライドを守ってくれました。そして2023年現在、永瀬愛は今どこで何をしているのか、風俗勤務などの噂もあり徹底調査したものの、どれも永瀬愛本人ではない情報でした。なお現在アカウントは削除されているものの、永瀬愛さん本人のものと思われる Facebook に自身の写真やお子様の写真を載せていたことがあります。引退後にいつ結婚されたかは不明ですが、今はご家族と幸せに暮らしていると分かりました。6、 AV 女優永瀬愛のプライベート。20年以上前に活躍した女優だと今ほどプライベートな情報を知る術がなく、その私生活は謎に包まれた状態の人も多いですね。永瀬愛さんの場合も活躍した時代には SNS も普及していなかったので、プライベートの情報は少ないものの、作品のインタビューなどから分かったことがあります。永瀬愛さんの初体験は16歳の時で、相手はバイト先で知り合った同い年の彼氏でした。しかしその彼氏がまあまあな遊び人だったらしく、付き合っていると言いながらも都合のいい関係だったそう。結局2ヶ月くらいで破局したと語っていました。インタビュー時も18か19歳ぐらいだったのですが、16歳でもすでにこのぐらい可愛かったんだろうと思うと、もっといい男いるだろう
と思ってしまいますね。同じく過去の出演作にて、永瀬愛さんは好きな男性のタイプとして当時大人気だった J リーガー中田英寿などの名前を挙げています。アクティブでスポーツが得意な人が好きだと語っていました。逆に嫌いなのがデブ症の男で、きっと好きなタイプと真逆の性質を答えたのでしょう。今でいうインドアタイプの男性は好きではないと言っていました。彼女自身がきっとアクティブな女の子だったのでしょうね。7、まとめ。現在のキカタン AV 女優の原点ともなった大人気 AV 女優永瀬愛さん、騎乗位の天使と呼ばれた彼女の極上テクに骨抜きになった人も多いはず。彼女を超える騎乗位の使い手は他にいません。時を経た今、VHS だった当時の作品をネットで見れるのは本当に嬉しいですね。あの時を思い出して青春時代のように永瀬愛さんで思いっきりあれしちゃいましょう。今回の動画は以上になります。今後の励みになりますので、面白かったと思われる人はいいねボタンを、他の女優さんも知りたいと思われる人はコメントとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。